ございます、おはようございます、おはよう、おはにょー、たっさん、アーリーさん、バラありがとうございます。来た、ぽにょぽにょぽにょ、おすだてさん、花束ありがとう、もうさん、とうとうありがとうございます、のりくん、だるま、とっさん、かわいい、ありがとうございます。寝ていいですか、どうぞ寝てください。ほんとにね、寝ないとダメよ、人間死んじゃうから。やっぱ一日のやる気がね、やっぱ出ないこととかあるからね。睡眠はちゃんと取った方がよろしいと思いますよ。私の配信を見るよりか寝なさい、寝れる時に絶対寝た方がいいってよく言われるみんなにハッシーさん、アーディさん、ハートありがとうございます。お仕事行ってきます、いってらっしゃい、早い、バイバイ。マックス、鹿児島さん、バラありがとう、モーさん、かわいい、ありがとうございます。眠い、うん、ナオミチちゃんも寝なっちゃい。セミちゃん、ハートありがとうございます。おハッシー、モモレンジャーさん、タコチュー、ありがとう。からパーカー着てる、確かに寒いよね最近ね、もう夜朝は寒いでもまあ昼間とかになってくるとちょっとこうさ、日が照り出したらまあそんなだけど、もう夜とか朝は寒いね。早いよ早いよ。トシさん、ソウさん、ハートありがとうございます。まだね、エビカンヌ、スーさん、ご視聴ありがとうございます。負けたんやな。何を言っているんですか、僕は負けてなんかないですよ。もう圧勝圧勝、やめて、やめて、25位出せてこないで。25位で、25位様やだって言われたら1位とかどういう扱いな。
ありがとうございます。スイカハートありがとう。昔からおじいさんかわいい、ありがとうございます。やっぱでもね、昨日そのリアル室並べをしたんですけど、なんかやっぱりゲームとはまた違うなって思った。なんかやっぱりダイヤの7を出した人からやるっていうことを知らなくて、そう出せるカードがいいからそうだからな、あれこれ何出していいか分からなくなっちゃった。難しかったです。特に間違えたのは6と9が本当にね、すごい9が6に見えてしまって、ね、すごい総攻撃も食らいました。私がこう間違えて押したら、間違えてこうやって押したらさ違うこっちだよってすごい意外と難しかった意外と難しかったからみんなもやってみてふさんくまありがとう。こんな気持ちいいメロメロディー。深夜スイカハートありがとう。おさねてさんどんどん、もう少しでお寿司屋さんになりそうだわ。みんな昨日楽しかったですか？なんかした？仕事の時？あ、全然ないか。今日は温泉行った。いいじゃん温泉。温泉いいね。どこ温泉？私なんとかなんとか温泉っていうさところがすごい、なんとかなんとかなんとかっていうところなんか温泉、名前温泉だったっけ、なんか忍者みたいなさところがあるんだけどさ、横浜とかじゃなかったっけな。そうっていうところがあるんですけど、あそこがすごく、ね、楽しそうなんですよ。なんか手裏剣投げみたいなのとかあったりとか、行ってみたい。です。
お台場にあるんだね。それをね探していたの私は。綾川ではないだって適当に言った。おすわちさんだるまありがとうございます。ふきちゃんハートありがとう。そうそこに行ってみたくて、まあいろんななんかそういう面白そうなものがいっぱいあるからっていう時なんですけど、行ってみたいなって思いました。どうする？お江戸温泉物語がさ淡路島にできたらすごい。ちゃんと行ってきて、行きたい。ホテルニューアワジ行ったことない。コポコさん、ミクちゃんハートありがとう。ハッシーさん、ミクちゃんハートありがとうございます。生ヒールさんハートありがとう。どこどこしに来た。どっか朝からどこどこしたらやばいよ。今日は遊ぼうじゃない。さあな。みんなちゃんと昨日、寝た？寝れた？そう、あ、お茶寝た？いいね。おうちだよ、おうちだよダメでしょ寝なさい。なんで？なんで？お仕事か？仕事じゃないならお子だよ。優しく。え、私もね9時間寝ますって。おー、いいね。よくないけどよくない。あ、7時間寝た。あー、ベスト良きですね。私はね寝てるイエーイ。まだ5時間くらい。あ、ダメですねそれはね。10時間以上寝たわ。おう。まあ、いっぱい寝ることもいいんですけどね。でもなんかいっぱい寝てもなんかあれらしいですよ。なんとかがなんとかでなんとかだからみたいな。忘れちゃった。なんか教えてもらったんですけど先生から。ちょっと忘れちゃった全部。学校の先生から教えてもらったんですけど忘れちゃいました。なんか寝すぎると体痛くなるよね。わかる。耳も痛くなっちゃう。やっぱりもう年だけ。ジュンヤさんとあったありがとう。ミキちゃんハートありがとうございます。
あ、そう、ショートスリーパーかっこいい。かっこいいね、ショートスリーパー。ショートスリーパーみんなは。でもさ、ちゃんと7時間寝ないとダメなんだよ。7時間、7時間、7時間以上寝てもそれ、うん、それ以上 寝てなくてもダメなんだよ。7時間は寝ないとダメらしい。そう、なんとかがなんとかでなんとかだからねみたいなこと言ってた。ノンレム睡眠とかみたいな話をしてて、そう、ノイくん小判ありがとうございます。タイガーマスクさんバラありがとう。おはよう、おはよう。ハッシーさんハートありがとうございます。みつみかんさん、うまっ、やまとハートありがとうな。6時ん7時シアさんかわいい、ありがとう。ダダマンさん花束ありがとう。今日です、今日はね、お肉お肉、何の部分が一番好き？俺はタン。ミュは枝豆枝豆か、シーザー嘘嘘嘘嘘よ。どこだろう。大概何でも食べるけど、どこだろう、どこだろう、どこだろう。トントロめっちゃ食べるかも。トントロいつも食べる。トントロとかホルモンも食べるし、ホルモン好きなんですよね私。ホルモン好きです、ホルモン。なんかさ、ロースとかカルビとかなんか全然よくもうただただ美味しいっていうことしか分からなくて、私にはレバーは嫌、レバーは嫌い、レバーは好きじゃない私本当に無理。牛タンは、牛タン好き、僕牛タン好き。ユッケ
ユッケ好き。産地で巻く、産地で巻いてた昔は。先は巻かないかな、あまし。でも巻く、産地で。ご飯を食べないからさ、産地ご飯の代わりに産地。食べる。でもクッパ食べる、食べることある。美味しいね、クッパって。好き。ビビンバもう安定に美味しい。よかった。まだしてないよ。この辺の女子高生さん、ありがとうございます。見に来てくれて。余剰円かな。眠そうだね。そう。そうさん。あれもありがとう。しーさん、ありがとう。寒くね、まだ寒くない。なあ元気いいすんで縁を出せ空とハートを。仕事行ってきます。いってらっしゃい。頑張れ、頑張ってきて。のりくん、たかちゃん、ありがとうございます。ココイチ行ったことありますか？ココイチないんですよ、行ったこと。そうだから、なんかすごいね。そう、いろいろさ、味のさ、あの辛さとか甘さもね、そう調節できるっていうところにちょっと惹かれますよね。そう、昔にね、ハッシーさん、ありがとうございます。そうですよ、淡路島にココイチありますよ。広島にココイチある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 。
あ、もう広島はたくさんあるよ。あ、自分いつかはいつかは淡路島においで。よだるまさん、はじめまして、はじめまして、やっほー、いやだるま、ありがとう。そう、もらったから。ちゃんのコッポさん、パーミン大使さん、ハートありがとう。ジャングルムックリかわいい、ジャングルムックリがかわいいの。みーは。カラフルなお部屋、カラフルなお部屋、そうですね。ブレッジボンガーナ。になりつつありますので、ぜひよかったら、よろしかったら、お家の方へ。ずんぐりむっくりが会いたいってね、何を言ってるの？ジュングリムックリは会いたくないって。ぬいぐるみになりたい、本当に？ぬいぐるみになってしまったら、今のコップさんに会えなくなってしまうよ。僕はそっちの方が嫌だ。あとジャングルムックリだなっていう人いないよ。ジャングルムックリにはジャングルムックリしかいないんだよ。会いたいって言って、ミューにありがとう。ゆうちゃんに会いたい。あー、嬉しいな。みゆも会いたい。お仕事してきます。いってらっしゃい。
どこでずんぐりむっくり見たい？でこの間連れてきてたからね、この間来てくれてたよね。会いに来て、私が行くの？行ってやろうじゃないか。愛にできることはまあ向かい、はしさん、ハートありがとう。かわいいね。総天気のこの 4D ができたからね、見に行こうって言われたよ。誰に？うん、ひな。今から晴れるよ。おさだきさん、ハートありがとう。赤ちゃんの大好きになるように頑張る。そんなことで頑張らんね。もう大好きだよ。おはにょ。おすずちさん、ハートありがとう。あれ7時過ぎてる。あ、7時過ぎてた。うーん、ちょっとだけど、またね、まいまい、またね。はい、じゃあ私の配信はもう終わりますね。じゃあはい、ということで、今日もね、配信を見に来てくれた皆さんありがとうございました。朝からありがとう。ということで、今日はね、私は お肉を食べてくるので、とても楽しみなんですけど、皆さんはね、お仕事だったりいろいろとね、やることがたくさんあると思うので、頑張ってください。頑張ったらなんかいいことあるから頑張って。頑張るんだ。肉食べたい。
13位アーリーさん、12位バーミントジ、31位ヤマト、10位夏美香さん、9位がロコポコさん、8位クヤシャさん、7位昔からおじいさん、6位おさだちさん、にゃん、5位がモーさん、4位ミクちゃん、おしめには容赦なかつスタイルで、そう、ひどい、しょんたくという名のやつをしてくれんにゃーい。でもあれだよ、最後バーストしてくれるね。3位リンタさん、ずんぐりむっくりかいわい隊長、お疲れ様であります。ずんぐりむっくり隊員、隊員なん番号ナンバー132 2位スイカありがとうございます。今日もありがとう。そして第1位はトシさんです、ありがとうございます。はい、ということで、まあ今日も一日大変だと思うけど、ミュウのこと考えて、一日中考えてね、そしたら大丈夫さ。じゃあね。じゃあね。今日も一日頑張れ日本。はい。ではバイバーイ。またね。チャラポー。